飯の時間が近づいてきたよ。二人で寝てたね。はい、肉球すごいね、綺麗な、なんか革の財布みたいな茶色の肉球。分かったかった今は。はい、降りてきたね。はい、パンズちゃん。パンズちゃんもすごいぐっすり寝たね。パンズちゃん、明日あたりからまた外にちょびっと出たりする？変なとこに隠れないでくれるといいんだけどな。ちょっとお皿を下げてみるね。はい、お皿を下げてもシャーを言いませんね。ジャン君、ジャン君はなでなでですね。ちょっとポンちゃんもなでたね。ね、ポンちゃん。そろそろ出しますよ。はい、はいはい、オープン。ジャン君もだいぶラブシオの攻撃に慣れたみたいだよ。うん、落ち着いていました。ラブちゃんさえ激しくなければね。うん、はい、ラブ君の挨拶もちゃんと受けました。はい、じゃん、チェカーン。まだ全然、今は10日にもならない、7日？うん、7月7日で、7月7日行ったのか、12月7日ね。12月7日で、クリスマスセールが始まってもいない、こんな日ですが、ラブ&シオンがこれに入ったら面白いな企画としてこんなのを買ってしまいました。まあまあな散財でございます。さあ、これが実は中はどうでもいいんです。どうせこれは、おっさんの胃袋に全部収まってしまうでしょう。そしてまた痩せられないって言って文句を言うでしょう。何でも食べてみるよ。こんな細い
これ中に厚紙入ってるからこの形キープしてるじゃん、うん、でも抜いてへのへにょになったやつも入りやすいかもしれない、ね、そうだね、これのせいで入れないここの形を形成している厚紙も取ってしまったらどうでしょうか。ほらね、取っちゃった。これはおじさんの帽子になるかな。取っちゃったら大丈夫かな、形は。このくらいの門の方が自分から入ろうって気になるような気がするな。で、この口ですね。だいたい20センチ、20、20で40センチの円周。入りそうだよ。入る入る。入って、あ、これがちょっと危ないね。これ切っちゃおうか。これから吊るすためだね。吊るすためだね。これ後で切っちゃいましょう。で、入ってここで、U ターンして戻ってきて顔出したらもう最高です。ちょっとこの、イラストレーターの家族としてはこのサンタさんに一つちょっとありますがいいです。サンタさんこれで、はい、じゃあこれを入ってくれるのか検証は後ほど。いいラブちゃんなら食いついてくれるような気がしていましたか。あ、冷たぎてもなくて、ラブちゃんラブちゃんラブちゃん、ここほら、ここここここ見て見て、ここから入ってて、あれ、あ、ハサミを取ってくれる、これきっと。ラブちゃんはね、ダメダメって言うとくるからね。はい、この入り口ダメだよ。このぐらい出てたら面白い。はい、ラブちゃん、ラブちゃん、そっち行っちゃうかい。今回は見るだけですか。スリスリスリ。羽を取るためだけ入ったね。そうなの。ちょっと入ってみようよ。フィリットとかだったら入るんだけどな、うん、ちょっと狭いの、狭くすぎたかな。
られないのね。あ、はいはい、ラブちゃんにシュルシュルやって、乗って寝るってこと？もしかしてふわふわが好きってこと？よかったね。そういうこと。まあ似合うけどね。よいしょ。それは可愛いですよ。あずちゃん、今日はおとなしく待っていました。危ないよ。ちゃんとおてて、おてて、おてて。乗せちゃった。うん。ごはんね。あずちゃん、おてて、おててどかした方がよくない？お皿の上に、お皿が上に乗ってるよ、あずちゃん。気にしねえの？あ、またしおくんが甘えん坊。うん。甘えん坊。はいはい、ぽんちゃんくん。やめぽんちゃん。じゃない。ラブちゃん、もういっぱい間違えちゃった。はい、はい。はい、シュークリ来たよ。うん、カート。